はい、スポロンです。今回は、人気ね、ウォールブレイク混ぜてやっていこうと思います。まあね、人気逃げて、ちょっとね、辛いんですけど、まあ、そこら辺をね、やっていこうと思います。さあ、よろしく。相手、クルスチーム、スクオー。わかんないんですけどね。まあ、とりあえずウォールブレイクはここで、ね、セパしとけば安牌。これ、逆に行かないんだよな、これ。まあ、ヘイスポロンです。次、マジアチャなんで、まあ、言うので、ドーンしてあげて、まあ。いけいけ、おいしい。さあ、ロリババ出して、これか。これはね、これ逆サイド。まあ、こんくらいいっちゃおう。で、あとは消えっすね。消えで防衛。なんかスキップとかいないよな。オーケー。ミニペか。ちょっとシビアっすね。まあでも、特にいないと思うんで、こう、インドラ出します。オーケー。ザップ来るかな。ここは、もう待ちます。マジアチャ、いけ！マジアチャ見せろ！俺のマジアチャ見せろ！インドラ行け！でかすぎる！でかい！ 4 匹とか関係ないんでね。4匹とか関係ないんで。はい、でかすぎる。はい。で、このマジアチャ処理しようとしたときに、いやー、迷うっすね。とりあえず U 何杯かに行け！ウォールブレイカー行け！ニコス行け！ニコスの強さ！これがつけるようになったのが強さ！さあ、U ので入って、まあ、ロリババキラさんで美味しい。こんなん無視です。大体ね、どうすね。ミニペとか今手札握ってて、ゴールデンカゆっくり行こうかなとか言って考えてるんで、ここでロリババ、嫌がらせしようと思います。まあ。これ間違っちゃ、いやー、もう遅かったっすね。まあ、いいでしょう。いや、さっきね、ペペロンチーノ作ったんですよ。ペペロンチーノ作ったんですけど、これ逆サイ。どうしようかな、防衛から行こうか。ミニペがいるんでね、これ防衛から行きます。さっきね、ペペロンチーノ作ったんですけど、フィットチーネってわかるかな？フィットチーネっていう、ちょっと太めのやつで作ったんだけど、無事に美味しく、できてね、嬉しかったです。何の報告やつね。言ってくるんですけど、まあやっていこうと思います。これザップがあるから、ライトニング、ポイズン、美味しい。これ、美味しいっすね。これ、ボールブレーカーで、釣りたいと思います。ボールブレーカーで釣ってあげて、これ、もう、あれなんで。アイスゴールムの代わりなんで、これ。はい、もうロリババ美味しい。そんなロリババ美味しい。で、みんなね、こっち行くと思ってるんだけど、これはね、一気に、こっち行くと見せかけて、もうこれね、こっち行っちゃいます。これでもね、相手どっち止めたらいいんだっていうね、話になってると思うんで、ここで消しちゃって、あとはインドラで、美味しい。でもここでもうインドラ、出しとけばね、相手もうポイズンなんで処理できない。これインドラ入る。はい、美味しい。アイスボロンでーす。まあ、いいでしょう。グッドゲーム。まあね、アイゴルのところをね、ウォールブレイクに変えたんですけど、まあ、正月としてはね、悪くないんじゃないかなと。ったところやっていこうと思います。こういうね、宝箱かけないと結構視聴者の方がね、行ってくるんで、まあやっていこうと思います。そう。で、何の話してたっけ。そう。で、フィットチーノでね、パスタ作ったんだけど、まあちょっとね、なんか茹で時間があんまわかんなくて、普通のパスタはもう茹で時間あんまわかんないんだけど、まあ美味しくできたんでよかったかなっていう。もうね、俺ね、ニンニクがマジで好きなんですよ。ニンニクがマジで好きで、まあ、結構食べちゃうんでね、もう画面越しに匂い伝わってると思うんですけど、まあやっていこうと思います。さあ、湧いて、ハヤー TM さん。これは、ラバクルかなんかスキル止めたい人ですけど、絶対6の出来じゃない説がある。これ、言うのが、死んじゃうな。これもう、ウォールブレイク言います。これ、ラバクロですね。ラバクロなんで、ランバ受けして、スキル止めたい切ったんでね。あと、ここでもう、ラムライダーつければ相手、コウモリとかでしか防衛できないんで、ここで雪玉打ってあげて、さあ、溶かせ！いけ！やれ！渋い。こっからね、結構、ラバってぶっぱしてくるんで、ちょっと厳しいっすね。で、これ、ラバがね、後ろから展開されるんですけど、これどうしようかなと思って。で、インドラ合わせるの確定なんですけど、その間にね、もう言うので、嫌がらせしようと思います。はい。こうすることによって、ね、ダメージ入って、いい感じになるんで、いいと思います。だからね、間違っちゃ角度見せます。ここら辺がね、多分、ラバクロにはちょうどいいので。これいないからな。これ、ウォールブレイカーちょっと渋いな。とりあえず出しちゃって、その間にインドラで焼いちゃいましょう。焼いちゃって、オッケー。これ、カツ。オッケー。これ、雪玉は出せないんで、ランバージャックで受けつつ、マチャチャ目、インドラ行くよ。いけ。オッケー。これね、マチャチャ処理できるんで、美味しい。これ、残ってほしい。いけ。オッケー。はい、構えて。オッケー。これ、ラムライダーか。どうだ？いや。マジアチがちょっと残って、やってくる。やんないのかい。どうしようかな。
まあ、防衛から言ってもいいんですけど、ここはさっきと同じ感じでいこうかな。マジアチャの角度、だいたいここら辺から出して、この右回りでいけば、防衛できるはずですね。ウォールブレイカー出しちゃいます。ウォールブレイカー出しちゃって、インドラ出します、ここ。で、ここは前の圧力なんで、もう2周目マジアチャ、2周目マジアチャ、本当にこれ、2周目マジアチャが最強なんで。2周目マジアチャ出してあげて、雪玉はいらないな。雪玉いらない。で、これ延命させたいんで、こんな感じ。オッケー、もうこのマジアチャもう、家宝なんで、これ、家宝なんで、はい。ウォールブレイカー情報修正。いや、何言ってんの、俺、つって。そんなつまんないこと言わねえな、つって。はい、オッケー、おいしい。はい、これもう、ウォールブレイカー、いっちゃおうと思います。はい、いけ。あ、マジアチャか。いけ、ウォールブレイカー、お前で決めろ、あー、渋い。クローンかけられたらやばい。やばい。まあ、とはいえですね、これは。よし。落ち着いていきましょう。あ、グッドゲーム。ありがとうございますと。さあ。まあ、ボールブレイカーでもね、一応ラバクロには勝てるっていうことがね、証明されたんで、よかったと思います。一応、スケート無体が来るんだけど、あ、守ってくる。はいよ、ボールブレイカーでフィニッシュですね。グッドゲームと。そうですね。まあ、そんな感じで、ボールブレイカーでもね、神技、まあ、使えちゃうので、まあ、いいと思います。で、なんかね、まあ、最近、某ヤクザがね、ウォールブレイカー使わないとか言ってるんですけど、まあ、みんなとしたらね、ウォールブレイカー使ってるとこ見たいと思うんでね。まあ、やっていこうと思います。まず初手は、こんな感じですね。てかさ、俺ね、天気の子を2回見たんだけど、その1回目、マスタビっていう10秒デッキのプレイヤーと見たんだけど、2回目、友達と見たんですよ。なんで、見たいって言ったんで、まあいいやと思って。特にね、見たい映画他にもなかったんで、見に行ったんですけど、そのマスタビってやつが結構アニメ見るんですけど、なんだろう、ああいう天気の子とか君の名はってガチのそのアニオタっていうんかな、そのもともと結構アニメ見てる人からすると多分つまんないと思うんですよ。ストーリー性がめっちゃあるってわけじゃないじゃないですか。あれはなんかその作品のなんだろう、世界観とか楽しむものなんですけど、それでなんかオチが微妙だなみたいな、そのマジゲスし始めて、そう結構ね渋かったんですよ。あ、マジガチャ優秀、 OK、 これこんな感じでいってあげて、多分マジアチャが逆サイやってくる。オッケー、でかい。あー、それ消せ。ボールブレイカーいけ。オッケー。おいしい。いいよ。そうなんでね、2回の映画同じの見たんですけど、まあ、1回目見た時よりやっぱ2回目の方がね、映画の後の、ね、感想すごくて、やっぱ楽しかったかなと思います。これ相手なんだ、できロイフォグなんで、まあ、マジアチャをうまく使っていきたい。でラムライダーは特にね、もう後ろから出しちゃっていいです。多分マスケット重視とか来るんですけど、それはね、マジアチャで縛っちゃえば OK なんで、多分相手、あれないんで、ファイブないんで、このマジアチャがもうね、辛いと言ってますね。聞こえます、僕には。はい。あ、俺には聞こえます。はい。で、これ入っちゃって、はい。と。これ、ロイフォグ来るな。こうしよう。こう止めて、雪玉は右ですね。いけ。ばば。待て、早くしろ。OK, まあ、いいでしょう。で、これ、ごぼりで受けさせたいので、OK、これでさらにごぼり出していく。OK、まあ。雪玉咲かせるのは美味しい。マジアチャから行ってあげて、まあ、右側もね、プレッシャーかけつつ行きたいと思います。マジアチャか。マジアチャには、まあ、インドラ出していて、マスケがね、本当に強いんでね、どうしようかな。アウトローも出てくるんで、まあ、ここを言うので、逆サイド行こうか。オッケー。おいしい。これおいしいですね。よいしょ。ロリババで処理してあげて。で、ここもウォールブレイカーも出しちゃいます。で、ここの角度を使って、はい、処理していくと。で、これね、やってくれるんで。で、こいつまでやってくれるんで。オッケー。おいしい。で、これの後、ルイフグ来るだけなんで、もうランバで消しちゃ。ランバで消しちゃって、ロリババと雪玉さえ持っていけば、まあ、勝ちかなと思います。相手としてはロリフグが出てくるはずなんで、はい、来ました。で、これね、ここに来るんでね。はい、オッケー。角度まで読んでいくと。で、アイゴロの代わりにウォールブレイカーで2。まあ、こんな感じで。アイサボロンです。今回は、人気ウォールブレイカーで、まあ、参照ね、できたといったところで。あとね、30秒あるんでね、まあ、雑談しようかなと思うんですけど、概要欄にね、一応、マイサボロンって方の、ハイサボロンです。貼っていくんで、よかったらね、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録でね、お願いしますと。はい。まあ、こんな感じで、一応ね、アイゴロのところね、ウォールブレイカーにもできるんですけど、まあ、アイゴロの方がね、強いかなといったところで。アイサボロンです。はい、サポロンです。
はい、サポロンです。はい、サポロンです。